おや後輩くんじゃないかこんな夜遅くにどうして弓道場にああなるほど忘れ物をしたのか何を忘れたんだうむそうか弓道着を忘れたのかうん私か 私はまだ帰らぬ。もう一社してから帰ろうと思う。ん、どうしたにやついて。何か面白いことでもあったのかは先輩の喋り方は侍みたいですねって。ど、どこかおかしいのか教えてくれ。 ふむふむ女の子らしさが欠けているのか分かったちょっと私が女の子らしさを身につけるまで付き合ってくれあその前にふぅよし では、付き合ってもらおう。部屋に移動してきたが、まずは何をやればよいん、何口調を変えるどう変えればよいかわからぬえ。えですとか、ますにしてみるのかあ、分かった。 こんな感じでいいんですかなあ、なんだか恥ずかしいな。うん…ど、どうですか少しは女の子らしく立ち振る舞えてますかよ、あ、よかった。 私にも少しは女の子らしさが残ってたんだな。あ、残ってたんですね。ですね。それにしても、どうして私にこうも優しくするのだあ、なに先輩が気になっているからだと君は、 なかなか恥ずかしいことを平気で言える人みたいだな。ただ、そんなに私が気になっているというのに、他の女にもたくさん話しかけているのは何でだ私にはわからないのだが、気になっている人がいるのなら、その人とだけ話せばよいのではなかろうか。 どうしてなのか教えてほしい。あ、私も色々と初めてだから、そういった感情を学びたいなって。え特に意味はないのかはあ、友人と話す感覚に近い、そういうものなのか。 まあ、話すのは確かにそうだな。しかし、この前校舎裏である女性とと抱き合っているのを見たのだが、あれは友人でも言えるのかん何やら焦っているみたいだな。あれでどうしてかな お顔から汗が大量に出てきているよ。なあ、私を気になっているのは本当なのかそうか、本当に私のことを気になっているのか。え、実際に、その、 好きなのか私のことえっおすすす好きとか軽々しく言うんじゃないその気になってしまうだろうう,うんそうか後輩君は私が好きなのか じゃあ、今までの全てを水に流して、受け止めてあげるべきだな。これからは私が毎日一緒に帰るし、一緒にお昼も食べたりなんかして。<laughs> 私の人生が一気に彩りを帯びたようだ。休日には、 遊園地なんかも行ってみたいなか彼氏とやらと一緒に遊園地デートをするのがどうやらクロスでも流行っているみたいだしとなると私もお弁当なんかを作れるようにならないといけないななんだか今までの生活からは考えられん楽しいことがいっぱい増えたみたいだ ただ、少し気になっているのが先ほど話した女性とのことだなぜ抱き合っていたのかしかも校舎裏で誰の目にも止まらぬところで怪しいなえ 俺はちょっとした出来心でだとほう。それにまだ先輩に好きって伝える前だしだとふ、うんならばよいこれからは私が。 君を独占するからな。私は狙った的は外さない。たとえ外しても、何度も、何度も何度も、当てに行く。そのくらいしつこいから、覚悟した方が良い。 その女性とはただの友達と言っていたが私からすると今や的なのだよ。だ・が・らわかるなその女生徒が偶然 事故で矢が刺さっても、そして偶然、その矢が何者も刺さっていようとも、何もおかしくない。ってことを。んどうしたのだ汗がまた出てきたな。 こんな涼しい夜中に大量の汗病気かもしれないな私が看病しようなあ後輩くんよ私は嫉妬深い今後あのようなことはしないでおくれ 私も私の中の衝動を抑えることができなくなってしまう。わかってくれたかならばよい。今回は犠牲者が一人で済んだ。気をつけてくれよ。 後輩くん最後までご視聴ありがとうございました。評価グッドボタンチャンネル登録通知コメントをよろしくお願いします。Twitter もやってるのでフォローよろしくね。それではおつだらー。